今年の初雪の日、二人は出会い恋をした。今年の春はどこで、誰を愛してるの、抱きしめてるの。あれから2年重ねた思い。さあ会場いっぱい、今やお葬式とお待ちのお客様がたくさんいらっしゃいます。帯広でのライブも会を重ねて随分多くの機会を作ってくれました。今夜もこの人の素晴らしい世界に酔いしれていただこうと思います。お待たせをいたしました。これが森本英世の世界です。
今日はまだ寝てないようでございますけど大丈夫ですか。森本秀夫、トシーとハッピーアンドブルーというコーラスグループでリードボーカル、昭和48年から58年の10年間ハッピーアンドブルーのボーカルとしてお世話になりました。その間にたくさんのヒット曲を皆さんのおかげで出すことができました。今聴いていただいた夜すばいいのに、この歌も120万枚の大ヒットになりまして、その当時寄せばいいね言われまして、まあ、TBS のザ・ベストテンという番組、あの番組でも半年以上ご出演をいたしまして、皆さんの、おはがきのリクエスト、レコード売り上げ、それに入選リクエスト、番組へのリクエスト、もう全てのラジオリクエストも全て皆さんのリクエストがたくさん来ますと、ベスト10入りをいたしまして、初めて出ていった時に黒柳徹子さんと久米宏さんがね、呼んでいただきまして、もう一番思い出に残っている「ザ・ベスト10」の番組の中で出演したのは、いつも生で出演するものですから、山口県の湯田温泉という湯船の、中で歌うってもいませんよ。もうズボンもいくってもうお湯の中に入りながら寄せばいいねって、本当に寄せばいいなっていう、そういう感じで本当にたくさん聴いていただきました。今日はですね、頑張ってまいります。森本秀夫、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、ハッピーアンドブルー時代にほとんど女性の気持ち、女心を歌ってまいりました森本は、ハッピーアンドブルーを独立して、作詞家の荒木豊久先生から、森本君、そろそろ君も男の歌を歌ったらどうだ、そして源哲也先生が曲を書いてくれました。男と女、お前も俺もいろんなことがあったけれども、これから二人で同じ歩幅で歩いていこうね、そんな男の気持ちを歌います。二つの背中、どうぞ聴いてください
しいよ分けてくれるなら想い出なんかはどこかに忘れて死なまりに寄り添う二つの
ありがとうございます。またお見知りお見知りやクリスチャン大変多くございます。そうですね、あの仲間っていうか、はい、友達も多いんで、はい、お見知りに、来るのがすごく楽しみで、いいお客様が、そうですね、変な楽しいですね。わかります。なんとなくあの、真っ暗でちょっとまだわかんないですけどね、いい雰囲気でございます。漂ってくれる、漂ってくれるような、あの気品がですね、いい方が来ましたね。こういう感じで、ね、でも森本秀夫ファンのお客様がたくさんいらっしゃいます。今年はね、もう2月のこの時期に、はい、一番寒い時に呼んでくれた本当にありがた迷惑なお客様がそしてお客様、お若いでしょ、変わらない、まず体型が変わらない森本さんは、いろいろあのそのデビュー当時からするともう、はい、あの頃はもうガリガリですので、はい、今あの少し森本太った方がいいよと言われまして、はい、それで少し太るように心がけました。でもある程度にしておかないと、はい、あの人の昼だけなのようになってしまったございます。そうですね、あの動ける範囲です。動ける範囲で昨年をちょっと振り返ってみますと、はい、昨年まあ、3月の11日東日本の大震災、大変な被害でございました。本当ですね。その前に1月にあの九州の新本屋だけがね爆発をして、ね、それもとっても大きなニュースだったんですが、同時進行でいつもニュースの時間に森本さんの懐かしい声がニュースの時間にどん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 流れてると思います。そうですね、はい、例のランドセルでございます。あのランドセルがあの伊達直人という名前で、子供たちにあのプレゼントされてたんですけど、はいはい、その時にバックで流れているあのタイガーマスクの歌が僕のデビュー曲でございました。ですからあのニュースの番組の下の方に、はい、コンプロマークが出て、あの森本さんの、ね、デビュー当時の日体表紙という名前で出ておりまして、大変ですね、ニュースの時間ですからね。それでその後、まあ、皆さんがあの、名前を伏せて頑張って、はい、子供たちにあのランドセルやお金をプレゼントされているのに、もともと歌っている森本が何もしないというわけにはいかないので、これはもう頑張らなきゃいけないというので、はい、まあ、あのタイガーマスクの昔の、はい、声でそのまま CD も作りまして、はいはい、タイガーマスク運動をやりました、はい、でそこから、CD の売り上げを全額子どもたちに、寄付させていただいて、まあ、あのいろんなところで慰問活動をしたり、子どもたちに元気になってもらおうということで今頑張っています。まあ、そういった場面場所で新たな出会いもあっていろんな場面を見ることができる、これも歌えてみるようにつけるわけでございます、はい、そしてもう一つ森本さんのところがすごいなと思ったのは和田ひろしとマヒナスターズという、はい、まさにムード歌謡コーラスのパイオニアでございます。和田先生がお亡くなりになってもうあのメロディーライン CD を通じて聴くこと少なくなったなと思ったら、森本さんが唯一、はい、マヒナスターズから認可をいただいて、そうですね、和田先生のスチールを分かり、そうなんです、はい、あの和田先生から本当はあのマイナスターズに入ってほしいという提言をあげたんですけれども、はい、先生お亡くなりになってマイナスターズの歌を森本に歌わせた方というふうに、まあ、お亡くなりになる前におっしゃってたそうなので、それでマイナスターズを歌う、はい、森本秀夫マイナスターズを歌うというアルバムをレコーディングさせていただいて、あのいい曲がたくさんあるんでね、はい、本当にたくさんの曲がございます。特にあの森本さんはムード歌謡はもちろんなんですが、叙情歌謡も大好きな歌い手さんのお一人、そうですね、願ったり叶ったりとっても素晴らしいコラボレーションが誕生したわけでございます。今日はあのロビーの方で CD の即売会の用意がございます、はい、きっと森本秀夫マヒナを歌うも用意されてるんでしょうね、あの今日はあのそのタイガーマスクの CD、はいはい、それから、マヒナスター森本秀夫マヒナスターズを歌う、はい、これ16曲入ってまして、はい、2100円でございました。安いですね、はい、なるべく安くということで、はい、入っております。それから星降る街角、私に乗ってますも
新しいバージョンでレコーディングさせていただいたのを持ってきております。ぜひまたお買い求めて、お立ち寄りになっていただいて、ご協力いただきますと幸いでございます。改めてどうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、その森本秀夫がマヒナスターズの世界をこんな感じで歌い上げております。まずは名作泣かないでから。
ほどステージで今日は綺麗な方がいっぱいいるというふうに言っておりますけれども、今降りてじっくり見させていただいて本当に綺麗だな、ありがとうございます。降りてきてよかったなって感じでございます。ありがとうございます。皆さんと楽しく過ごしてまいりました森本秀夫の歌のステージも、まあ、あと1曲でございます。最後にこれも皆さんのおかげで150万枚の大ヒットになりました。その当時、アトシートとハッピーアンドブルーでこの歌を歌いまして、やっと森本も、芽が出てね、ヒット曲に恵まれました。思い出の歌から私祈ってますという歌を歌いました。Yeah.